レコーディング中の音楽監督、アールディ・バーマンとアッシャ・ボスレ・プレイバックシンガーは、映画で使われる歌を事前にレコーディングする歌手である。俳優、女優は、映画撮影の際にプレイバックシンガーの歌う、サウンドトラックに合わせて、口パクで演じる。そのため、プレイバックシンガーは、スクリーン上には登場しない。SP、バーラス・ブラマニアム・アッシャ・ボスレ・プレイバックシンガーは、 南アジア映画で発展した手法であり、インド映画やパキスタン映画では、映画一本に6曲から7曲のプレイバックソングが使用される。インドでは、プレイバックシンガーの地位は高く、人気のあるプレイバックシンガーは、主演俳優や音楽監督と同等の扱いを受けている。大半のプレイバックシンガーは、最初に古典音楽を学び、その後に取り扱うジャンルを拡大して、 活動の幅を広げていく傾向にある。南アジアで最も影響力のあるプレイバックシンガーとして、モハメドラフィとアフマドラシュディが挙げられ、ヒンディー語映画で活動するラタ・マンゲシカルとアシャ・ボスレの姉妹はインドで最も知名度がある多彩なプレイバックシンガーとして知られている。アシャ・ボスレは世界で最も多くの曲を歌った女性歌手として、 ギネス世界記録に登録されており、同じくテルグ語映画で活動する SP バーラスブラマニアムも世界で最も多くの曲を歌った男性歌手として登録されている。現代のハリウッドでは映画におけるミュージカル要素が減少しているため、プレイバックシンガーは一般的な存在ではない。以前のハリウッド映画では広く取り入れられており、代表的なプレイバックシンガーとしてマーニ、ニクソン、 ビルリー、クラウディアブリュッケン、ベティノイズが挙げられる。ありがとうございます。